本日はご多忙の中、私ども利益の EBPM シンポジウム、新型コロナ対策から EBPM を考えるにご参加いただきまして、誠にありがとうございます。主催者を代表して一言ご挨拶申し上げます。EBPM は今や行政の大前提に組み込まれてきています。本年も経済財政運営と改革の基本方針2021、いわゆる骨太の方針で、EBPM が明確に位置づけられ、政府の進める多くの政策で EBPM の取り組みが進められるようになっております。経済産業省でも今月1日に局長級の EBPM 推進政策統括調整官、EBPM 推進室長を大臣官房に新たに設け、EBPM の充実に取り組まれていると承知しております。利益では2001年の発足以来、政策現場とのシナジー効果を発揮して、エビデンスに基づく政策提言を学術的研究を通じて行うことをミッションとして活動してきております。そうした中で EBPM については、客観的で信頼できるデータと分析手法に基づいて政策の効果を検証し、その結果を現実の政策に反映するところまで結びつけていく重要性に着目し、10年以上前から一貫してその推進を訴えてきました。2017年2月に利益の客員研究員でシカゴ大学教授の山口和夫先生の下で研究プロジェクトを開始し、本年より大阪大学の大竹文雄先生にプロジェクトリーダーをお願いして研究を進めております。またこれに並行して2018年からは経済産業省と連携した取り組みとして、輸出振興策、ものづくり補助金など対象テーマを選定し、利益の政策コーディネーター、政策エコノミストが中心となって、政策現場と意見交換を行いつつ、政策評価を実施して論文として公表してきております。プロジェクト開始の2017年から毎年開催している EBPM シンポジウムも今回で第5回目となります。振り返りますと、2017年の第1回シンポジウムでは、EBPM において先行している米 A の動向、政策研究や開発分野における事例を詳しく紹介するとともに、日本における今後の EBPM のあるべき姿について議論しました。2018年の第2回シンポジウムでは、教育、医学、環境の各分野における EBPM の現状や EBPM の理論と方法について取り上げました。2019年の第3回シンポジウムでは、資源エネルギー問題や防災問題への EBPM 利用や EBPM の行政での実装といった具体的成果に加え、AI に基づくビッグデータ分析や政治行政における統計の問題といった将来を見据えた課題と EBPM の関連について議論しました。昨年の第4回シンポジウムでは、少子化対策、電力システム改革、教育を対象にした EBPM や、実際に現場で EBPM を導入するには何から始めればよいかなどについて議論しました。各種の研究論文やシンポジウム、コラムなどのコンテンツは、今日でも引き続き大きな研究的意義、政策的含意を有するものであり、利益ウェブサイトでいつでもアクセスできますので、ぜひご覧いただければ幸いです。本日のシンポジウムでは、未だ世界中で猛威を振るう新型コロナ感染症に対して、政府が行う感染症対策にどのようにエビデンスが使われたのか、また刻々と変わる感染状況に経済学がどのように立ち向かったのか、実際に新型コロナウイルス感染症対策分科会や政府のアドバイザーを務める先生を含め、第一線で活躍される先生方にご報告とディスカッションをいただきます。かつてジョン・メイナード・ケインズは、政府は十分な情報を与えられることほど嫌うことはない、なぜならば決断に至る過程をとても複雑で困難なものにするためである、と書いたそうです。政府がこの複雑で困難な取り組みにチャレンジしようとする、今利益もこれに応える取り組みを推進していきたいと考えております。新型コロナ感染症という経済社会国民生活にとって最も重要な課題を取り上げる本日の EBPM シンポジウムが、新型コロナ感染症への対処への重要な示唆を与え、また EBPM 一般への理解を深める機会になれば幸いです。以上、私からのご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。